ファニーでーす。今日も初期実況やっていきましょうということで、お待ちの方はどなたでしょうか。初段の方で78非戦法が得意な方でございますね。よろしくお願いいたしますということで、皆さん今年も残すところあとわずかとなってきました。本当、ね、今年1年間皆様大変お世話になりました。ありがとうございます。はい、いろんな方からねたくさんのコメントをいただいて、チャンネルも登録していただきまして、本当にね大変成長ができた、チャンネルとして成長できた1年だったと思います。ということで、おっとこれは角が出てきて、三間飛車はねこうやってミノーにちゃんと囲えない時があるのって困ってしまいますよね。乱戦模様でございます。はい、で最後ねちょっと10秒将棋にしております。で僕もね他の将棋実況者さんの生放送とか生配信見ながら今年は年を越そうかなと思っております。来年はね、僕も生配信をやろうと思っておりまして、こういつやるんだと思ってる方もいらっしゃると思うんですけども、1月にね工事が光回線を行われるということで、かなり待たされております。まあ、こればっかりはねしょうがないかなというところで、光回線工事が終わってから配信をしようと思っております。で生配信生放送以外もこうやりたいなと思っていることもありまして、こう今までは3分切れ負けプラスアルファでね、また違う動画を上げれたらいいなと思っております。これは5、6、角と打てば桂馬と角成の両狙いでございますね。はい、でここで馬打っといて、馬がいればちょっと打ちやすいんじゃないかなと、指しやすいんじゃないかなと思っております。これも歩取っといて、お相手歩がないので歩叩くみたいな手もないので、で歩で押さえといて、飛車回ってきたらそこも歩で押さえとけばとりあえずすぐに負けるみたいな手はないかなと思っております。はい、ではまずは来年はね新企画考えて、どんなことしようかなと考えたんですよ。そしたらね、なんかね、ちょっとやるかわからないですけど、例えばね、こう、将棋盤と駒を持って、外でこう、対局者を募ってみるみたいな、こう、野良対局、本当の野良対局とかやってみたら面白いんじゃないかな。よくあるじゃないですか、ピアノとか、ね、他の、まあ、なんかこう、一般の方に急にこう、ドッキリみたいなこと仕掛けて、こう、反応を見るみたいな、それの将棋バージョンみたいなのをやったら面白いんじゃないかなと思って、例えば勝ったら、まあ、安直ですけど、お金あげますみたいな、とか、とかやれたら、面白いかなとか思ってはいるんですけど、どうなんでしょう。ここは飛車回りで桂馬と飛車成りの両方を見れれば、でこれで飛車成れば王って金取りになるので、この桂馬を成り捨ててくるっていう感じだ。金でね受けてくると、でも桂馬ボロッと取っといて、次はどうする、角打ち。なるほど、一回飛車成りますか。まあ、何はともあれ竜作っとけば、歩で弾いてくると。そしたら、引くんですかね、下まで引いといて、次は銀引っ掛けてとかですか。銀引っ掛けて、金はね寄れないので馬が引いてるので、こっちになっとけば一間竜の形ですかね。一間竜になれば斜めがないので斜め、まあ、ここはかぶせて、いけばおのずとこれでね銀が手に入ると思うので、ただ1枚足りない、銀で引っ掛けても真下に落ちられてまだ決まってない感じですか。じゃあ馬入っといて、馬も活用しましょうか。これで次こそ2枚手持ちにあるので、これで引っ掛け、まあ、下から銀打って、これで銀打てば同金同竜までじゃないでしょうか。おっとこれは詰んでるんじゃないでしょうか。今年最後の詰みました、ありがとうございます。どうもやったやったよー、よいしょー、待ってー。これは最後左側のね飛車が詰まってったおかげで詰みましたね。お相手の方のね、最初の5五角と出てくる、この手が、美濃囲い封じでございますね。で、これでちょっと美濃に囲えなくなったんですけども、まあ、飛車先伸ばしていって、まあ、歩一歩持っといて、ここのね、お相手の方はこの5六角をうっかりしたんでしょうか。これで桂馬守るしかなくなって、馬作れって指しやすくなったという感じでございますね。ここで飛車回ってきたんですけど、飛車押さえとけば、とりあえず大丈夫と。で、ここもね、切っちゃってよかったのかもしれないですね、馬と飛車の。で、桂馬と飛車成り両方見られて、飛車成ってって感じですね。あとこの銀が入ったのも結構でかいかなと思います。はい。で、一間竜に、最初から馬入ってもよかったかもしれないですね。一回、まあ、銀と交換して、馬で行きましたが、これで詰んでたと。右側のね、飛車が、うまいこと、退路封鎖になってたという感じでございますね。はい。ということで、こんな感じで最後は綺麗に詰ますことができましたということで、今年もあと少しですが、はい。皆さんいかがお過ごしでしょうか。僕も来年はね、もっといい年にしたいなと思っておりますので、これからもね、動画を見ていただけたらなと思います。ということで、今回もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。良いお年を。また来年もよろしくねのファニーでございました。またねー。